はいどうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。いやーようやっとね、最近ちょっと時間できたんでね、あの長かった髪の毛切ってきました。さあ今回はですね、まあまた先輩から借りた銃の紹介なんですけどもね、まあ8月に入ってですね、非常に暑くなってきました。やっぱね、こんだけ暑いと水鉄砲で遊びたくなるでしょう。ということでですね、今回紹介するのはこちらでございます。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃーん。はい、こちら知っている方、または持っているよという方、結構いらっしゃるかもしれませんね。51ネイビーの形をした水鉄砲でございます。そしてさらに銃本体の他にね、ここに見えてますけども、まあいろいろと小物がついた豪華版でございます。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあというわけでね、今回はこちら51ネイビーの水鉄砲セットの紹介なんですけどもね、こちらですね、まあちょっとあのこのパッケージ見ていただければわかるかと思うんですけども、51ネイビーの水鉄砲ではあるんですけども、一応キノの旅という作品に出てくるキャラクターが持っている銃をモチーフとしているみたいです。すいませんね、大体ね、いつも私こういうコラボレーションものみたいの紹介するときってコラボ元の作品大体知ってるんですけども、すいません、今回のキノの旅はタイトルしか存じ上げません。はい、ですのであのこの作品がどうのこうのとかはすいません、ちょっと今回は、説明しません、説明できません。まあでもね、このキノの旅という作品に出てくるキャラクターの一人が51ネビを使ってるって、それはなんとなくは知ってました。そのぐらいの認識でした。それではこちら、まあ一応なんかアニメとのコラボレーションパッケージですので、ちょっと見ていきましょうかね。はい、パッケージの表面はですね、こんな感じになっておりますね。キノの旅とタイトルが入っております。で、このキャラクターがこの51ネイビーを持ってるんでしょうね。なんかこのコスチュームもね、結構オールド感があってウエスタンっぽい雰囲気ありますね。でパッケージの裏はこんな感じになっております。これきっとアニメのワンシーンなんでしょうね。フラスコと弾とそして火薬ですね、それが映ってますね。火薬じゃないな、これはニップルキャップかな、それが映ってますね。で、豪華マニアックセットということでね、希望小売価格が5000円税抜きとなっております。ちょっとね、字が細かくて読みづらいと思いますけども、こんな感じで商品の説明が書いてあります。気になる方はここ一時停止して頑張って読んでください。それでは中の付属品を見ていきましょう。はい、まずはですね、こちらでございます。はい、さあこのね、ケチャップとかマヨネーズの容器みたいなこちら、これ一体何でしょうか。はい、こちらはですね、フラスコです。本物であればこの中に火薬を入れておいてですね、パーカッション銃のシリンダーの前からこうやって火薬を込めていくわけなんですね。しかしね、このフラスコすごいリアルでしょう。これ素材がですね、ソフビなんですけども、塗装がね結構いい感じなので、こうやってちょっとなんか光を当ててね、遠目で見たら金属に見えません？そしてこのフラスコの胴体の部分にはこんな感じの柄が入っております。一応この商品としてはですね、中に水が入りますので、水を入れてこうピュッピュッってやれば水鉄砲みたいな感じで遊べるかもしれませんね。はい、続いてこちら、じゃん。さあこれは一体何でしょう。人によってはね、ペンチに見える人、ちょっと鉄道が好きな方が見れば、車掌が切符を切る時に使うあの道具に見える方もいるかもしれませんね。はい、これはですね、ブレッドモールドと呼ばれるものです。はい、近くで見るとこんな感じになっております。これをですね、開くことができまして、開くとこうなっております。はい、ブレッドモールドの名前の通りですね、弾頭の形をした空洞があるんですよ。ここまで見ればもうなんとなく用途は分かりますよね。これ実物であればですね、ここの穴から鉛を流し込んでですね、弾を作るんですよ。そのための道具を再現したものになりますね。あくまで今回の商品に付属しているこれは小道具ですので、実際にブレッドモールドとして使用はできません。まあしかし頑張ればね、多分ちょっと隙間埋めてあげたりとか調整を頑張れば氷ぐらいは作れるかも分かりませんね。はい、そして最後これです。はい、これなんとなく見えますかね。多分ですね、シリンダーの前にこれを貼ってシリンダーの穴を再現するためのシールですね。はい、付属品は以上で、本体がこちらでございます。じゃーん。どうですかこれ、すごいリアルでしょう。だってね、こうやってちょっと遠目で見たらもうこれモデルガンかと思っちゃうでしょう。
いやほんとね、これはすごい。最近の水鉄砲ってなんか半端ないね。はい、それじゃあこちら近くで見ていきましょう。はい、近くで見るとね、こんな感じでございますね。これ水鉄砲って言われてもえって思いますよね。はい、それじゃあまずはちょっと前の方から見ていきましょうかね。ですね、バレルはこんな感じになっておりますね。本物の51ネイビーと同じようにオクタゴン、八角形のバレルになっております。そしてバレルには刻印が入っております。ちょっとごめんね、英語読めないんですけど、多分液体火薬だけって書いてありますね。で44口径で動きませんけども、一応このローディングレバーも再現されてます。でこんな感じでダミーですけども、スクリューですとか、あとこのフレームを止めてるピンも再現されてますね。でバレルの反対側の刻印です。これすごいのがね、左右対称じゃなくてちゃんと左右非対称になってるんですよね。だからほら違うでしょ、左右で。ここまでやってるのすごいですよね。はい、そしてフレームでございますね。でこちらにはちゃんとですね、ボルトスクリュー、トリガースクリュー、ハンマースクリューが再現されてますね。でフレームの反対側でございます。この今にも動き出しそうな感じのシリンダーとかハンマーですけども、こちらは一切動きません。で細かい部分なんですけども、このハンマーのね、リアサイト部分もちゃんと再現されてるんですよ。これどういうものかって言いますと、この51ネイビー、まあ51ネイビーに限った話じゃないんですけども、ウォーカーとかドラグーン、そして60アーミーとかも同じなんですけども、独立したリアサイトがないんですよ。どうやって狙いをつけるのかって言いますと、このハンマーを起こすと、ここの V 字の切り欠きがですね、リアサイトの役割を果たすっていう、そういう仕組みなんですよ。だからハンマーを起こさないとサイトが出てこないっていう、そんな感じなんですね。なのでちょっと不便ですよね。はい、そしてトリガーガード、バックストラップ、そして肝心のトリガー、まあ、トリガーはですね、一応これ水鉄砲ですので、ちゃんと引き金の役割を果たしております。でその関係でこんな感じで結構トリガーが前にありますね。これ本来シングルアクションですので、ピースメーカーみたいにもうちょっと後ろの方にトリガーがあります。でトリガーガードとバックストラップはご覧の通り金色に塗装されて、真鍮製のトリガーガードバックストラップを再現しております。そしてグリップはこんな感じですね。木目とかはないですけども、木製グリップっぽさをうまい感じに再現してるかと思います。はい、そしてバックストラップテーブですね、ここに水を入れるためのキャップがあります。まあこれをね、本当に水鉄砲として遊ぶ方はなかなかいらっしゃらないと思いますけども、水入れて遊びたい場合はここのキャップを外して水入れます。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございますね。はい、というわけで今回はですね、こちらキノの旅51ネイビー水鉄砲豪華セットの紹介でございました。どうですか今回のね、この水鉄砲。なんだ水鉄砲かって思った方も、これは結構興味が湧きません？だってこの銃本体とこのフラスコとか一緒に飾っといたらさ、なんかすごいかっこよくないですか？だしこういうなんかクラシックな感じのものって部屋に飾っておいても、そんなになんか威圧感って出ないじゃないですか。なのでインテリアとしてもね、これは使えるのではないかななんて思います。とかコレクション用途以外にもですね、この51ネイビーってなんとなくシングルアクションアーミーみたいな形をしているじゃないですか。特にね、このトリガーガードあたりはですね、ピースメーカーに非常に近い形をしてるんですよ。なのでガンプレイ、ガンスピンの練習用にもね、結構いいのかなーなんて思います。まあ、ただですね、これプラスチックですので、モデルガンと同じように落っことしたりしたら壊れてしまったりする可能性はもちろんありますけども、それでもね、こういうちゃんとしたモデルガンを落として壊しちゃうと、例えばこのシルバーだったら2万円ですからね。ところがこっちの水鉄砲だったら、これ確か銃だけだったら 3,4 千円ぐらいで買えたと思うんですよ。なのでね、非常に安い値段でガンプレイ、ガンスピンの練習ができるので、そういう用途にもいいのではないかなと思います。はい、そしてそして今回のこの51ネイビーの水鉄砲、これだけでは終わりません。なんとですね、一緒にこれを収めることができる専用のですね、木製ケースもお借りしました。でね、これがまたね、クラシックな感じのね、すごい渋いかっこいい箱なんですよ。次はですね、そのプレゼンテーションボックスを紹介したいと思いますので、お楽しみに。というわけで今回はこちら51ネイビーの水鉄砲豪華セットの紹介でございました。多分これまだね、 Amazon に売ってると思いますので、興味の出た方はちょっと探してみてください。それではじゃあな。